あ、どうもメリーお邪魔、ストップ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 戸田吉、戸田どうもおはようございます、メリーお邪魔します。どちらがハチミツさんですか？いや、ハチミツとクローバーはそういう意味ではないですね。知ってますよ、はい、ジングルベールジングルベール鈴が鳴るミリコどう思いますか？いいと思います。いいと思います。なるみさんが役作り で心がけてることは何でしょう？え答えちゃう問題になりますのでちょっと頑張ってください、はい、1番台本にひらがなを送る、2番目合いのチェック、3番事務所等のギャラの配分。私そんなこと言った覚えないです。シンキングタイムは90分あります。さあシンキングタイム終了、何番でしょう？ないです。3番正解です。リアルな答えをありがとうございました。違いますよ、太蔵と共演したんですよね。あ、以前すごく素敵な、はい、方だなと思いました。あ、何をやってもゴリラに見える。そんなこと言ってません。結構毒舌ですね、リコちゃんはね。さあ問題、ハチミツとクローバーの番組の内容は、1、3年 B 組を舞台にした学園ドラマ、2、家政婦が事件を解決していく推理ドラマ。第何話で生きたくん死ぬの？ずっと生きてます、ずっと生きてます。3番全て CG。 リコちゃん答えを。この中にはありません。正解なりました。カメラに向かって正解は、じゃあ2人で、じゃあ番組のところお願いします。美大生の今回役をやらせていただくんですけど、であの5人1人ずつがあの片思いの、そう、恋愛、まさに青春のハチミツとクロマティ。違います、違いますか？ハチミツさんもクロマティさんも出てこないですよ。ハチマキとドライバーです。ありがとうございます。ハチミツとクロマです。そうです、ダジャレです。さて帰るかな。本当にありがとうね。どうもありがとうございます。サドルやられたなこれ。